さあ、東大スタートアップチャンネルのお時間です。この時間は東大スタートアップにはどんな企業や技術があって、そしてどんな社会貢献や人類の発展を目指そうとしているのか、視聴者の方に分かりやすくお伝えしていこうという、新しい試みです。さあ、アシスタントは今現在、東大在学中の学生ジェネレーションズにお願いします。東大の農学部の4年の大谷と申します。東大といえば学問とか研究とかっていうところが、これまで大きかったと思うんですけど、ここにスタートアップっていうのが最近来ていて、それをぜひ僕も知りたいなというふうに思って今回参加させてもらいました。ご自身でも、はい、起業したいとか、そういうモチベーションもある？僕自身は、もうすでに面白いスタートアップが増えてきてるってことを知って、それをできれば学生に伝えたいなっていうふうなところで、記事のメディアとかをやらせてもらったりとか。じゃ、分かりやすく伝えていけばいい、ね。はい、お願いします。なのでぜひ皆さんついてきていただければと思います。早速参りましょう。さあ、このコーナーでは東大スタートアップの注目の起業家や技術発明者をスタジオにお招きして、起業そして業務内容、日本のテクノロジーの現状などについて深掘りしていくというコーナーです。第1回記念すべきゲストはパーク社テクノロジーの代表取締役上野山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして東京大学工学科研究科の松尾隆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。上野さん、どういうまずサービス、どういった技術になってくるのか教えていただけますか？アルゴリズムって言い方してますけど、ソフトウェアの裏側で動くようなちょっと特殊な処理をするものを作ってまして、いろんなデバイスを知能化したりですね、あるいは業務のオペレーションを自動化したり、高付加価値化したりって、ちょっと抽象的なんですけど。いや、今早速だって気になるのが、いろんなデバイスを知能化させるっていうのは、企業さんが消費者の方とコミュニケーションするものを買ってもらったり、あるいはカスタマーサポートを受けるみたいな時に、今全部人でやってるんですけども、そうですね、そこを例えば問い合わせをする時に自動で応答して、そこで解決、ソフトウェアが自動で解決したりで、解決できないものを人につないで、なんですけど、そのコールセンターのオペレーターの人はお客さんどういう状況か分かって電話を取れるので、非常におもてなしのやり方がすごくスムーズになったり。まあ、あのサービスセンターって繋がらないですもんね。そうですね。一つこういうのが求められた背景が、そのソフトウェアって人の職を奪うんじゃないかみたいな話って5年ぐらい前すごいあったんですけども。ありましたよね。アナウンサーがすぐ亡くなるっていう。そういうのも出てきてますよね。どっちかというと今働く人自体が減りすぎていて、ソフトウェアで一部の業務を代替しないと今のサービスが維持できないよねというところが非常に強いニーズとなって、社会的にプロダクトが磨かれていてっていうのは、結構日本ならではではあるところは結構あるかな。他にもいろいろあって、あとは犯罪をアルゴリズムで減らそうみたいな取り組みもありまして、クレジットカードって使われると思うんですけど、時々なんか知らない人に使われちゃったみたいな、ありますね、スキミング、はい、すごい増えてます。すごい増えてます。でそれは全部カード会社が負担することをやってるんですけども、こう決済データからどれが怪しいかをディテクションというのを検知して止めるっていうのをアルゴリズムでやることで、どんどん犯罪を減らしていくっていう取り組みもありますね。むちゃくちゃ気になるんですよ、そのアルゴリズムで減らすっていうのは、どういうこうアルゴリズムをこう組んでいくことが、そうしたこれは犯罪、これは犯罪じゃないっていう仕分けにつながっているんですか？一部犯罪であったデータっていうものを一部用意しておいて、そのデータっていうのはですね、人が見るとあんまりどれが犯罪かって分かんないんですよね。すごく多次元なデータなので、いや膨大ですしね、なのでこれを突合しなきゃいけないですけど、ソフトウェアからすると別に次元数っていうのはあまりイシューではないので、その中から特定のパターンを検出して、これは犯罪である可能性は何パーセントであるっていうのを推論して止めるっていうことをやると。こういうその技術開発によって、松尾さんとのつながりっていうのはどういうつながりでいらっしゃるんですか？社会人に出てたんですけど、研究室に戻って、松尾家に戻って知能化技術というかソフトウェアの技術をこう学ぶ中で、気づくと起業していたというのは、松尾研の博士号の第1号ですね。そうですか。松尾先生、その今のこう研究の最前線についてのお話をぜひお伺いしたいんですけれども、具体的にどういう研究になってくるのか。やっぱりディープラーニングの研究を、やっていますけれども、基礎研究としてはどちらかというとやっぱりその、空間の3次元的な構造を把握するとか、あるいはタスクごとに、重要なその特徴表現を獲得していく、そこのコツをつかむみたいなところの基礎技術っていうのが、これから
あの社会に、まあ、いろんなインパクトを与えていくはずなので、うんまあ、そこら辺を基礎研究としては重点的にやってる。例えば片付けタスクとかだとすると、うんうん、何ですか片付けタスク、まあ、片付けをするものをですね、物をしまう、はいはい、でそういう時って例えばですね我々意識しないんだけども、あの机の上にあるコップを床に置くのって嫌なんですよね、ええうん、で床にあるやつを人にあげたりしませんよね、うんうん、失礼です、ね、でそれっていうのは要するに我々実は空間の中をその汚さ清潔さ、うん、なるほど、そういうのでグラデーションで把握してるんですよ、うん、そうか、でそれは人間はだって赤ちゃんに そんな教えないじゃないですか、教えるのはあこんなとこに置いておいちゃダメじゃないとか言ったり、うん まあ、あるいはお母さんがここにあるものをわざとあの机の上にちゃんと載せたりっていうようなデータから学習してるわけですね。そう、そうなってくると例えば子育て支援だったりとか、うんうん、なんかいろんなこう活用がまた望まれるというか期待できますよね。ちょっと段階はいろいろあると思うので、うんうんまあ、言葉をどう喋るかとか、まあ、そこはありますけども、うん言葉の意味を、把握して処理するっていうのはまだ先なんですよね。ただそれはいずれできるようになると僕は思ってるんですけども、まあ、そこは非常に大きなジャンプが必要で、もうその手前でできることもたくさんあるはず でそれでその、まあ、空間における、まあ、いろんなロボット機械の、そういうタスクっていうのはこれから、まあ、どんどんできるようになっていくんじゃないかなと思います。そうか、ようやく我々が想像していた未来っていうものがやっとその入り口に立った。本当だったらもうね、2020年代なんていうのはもう車は飛ぶわ、うんね、ロボットは友達だわ、なんかこうどこかで何かイノベーションが停滞していたのか、うん、特に日本は、うんうん、現状どうですか。1980年代90年代のこう勢いでいけば、うん、もっともっとやっぱ日本の IT、うんまあ、あるいは産業全体進んでて欲しかった、アメリカが非常に伸びて、まあ、中国も伸びてっていう理由の一つがやっぱスタートアップだと思うんですよね。スタートアップが新しいテクノロジーを牽引して、うん、でそれがあの成長のドライバーになって、うんまあ、どんどん大きな企業に育っていって経済全体を押し上げたっていう効果があると思うんで、うん、スタートアップの良さは何ですか。個人にとっても、うん、自分で事業を作って、そこから報酬を得るっていうのは、はい、非常にリターンが大きい、うん、でそれから同時にその社会全体にとっても、そういうふうにして新しい事業を作り出して、まあ、たくさんの雇用を生んでっていうのは、もう社会全体にとってもとてもいいことだって、その両面があると思います、うん、今のお二人のお話聞いて何か質問ありませんか。聞きたいことだらけなんですけど、もうどんどん行きましょうよロボットが言語を獲得した時にロボットと人間との関係性ってどういうふうに変わっていくのかなっていうのは、やっぱりそれ誰が橋渡しをしていくのかなっていうのは、まあ、いわゆる知能的なソフトウェアと人の関係性って何なのっていう問いってすごい重要だと思っていて、人間と人間が遠隔でコラボレーションするためのソフトウェアってのが多分あって、要は人って対面で喋るように進化してきてるじゃないですか、人の脳って、なんですけど今インターネットがバッて出てきちゃったんで、会ったことのない人そうですねと喋る、会ったことない人と人がちゃんとコミュニケーションできる人ってできてないはずで、いやSNS が始まった時にはね、やっぱりこう一つこう民主主義のツールとしての期待っていうのがあったんです。流れが強くなる。気がつけば分断のツールになっているっていうのがやっぱり乗り越えたい、うんうんうん、私は間にあるソフトウェアのアーキテクチャでデザインされることになると思っていて、ツイッターだとある種のフィルターバブルっていうカプセルにみんなが分断されていくわけですけど、何かしらのインターフェースアーキテクチャと UX を実装すると人間のプラスの面が増幅していったり、遠隔のコラボレーションっていうのがスムーズに進む。でこれって論理的にやっぱ人って遠隔で会ったことない人とコラボレーションするんです、脳が進化してないので、ここを補完するソフトウェアって多分あるはずなんです。最後にぜひお伺いしたいんですけど、まあ、こういう機械学習やビッグデータの活用で、まあ、いろんなデータサイエンスの分野っていうのは世界中の巨大なこうデータベースを持っている彼らと誤していかなきゃいけないっていうのは、日本はどういう位置づけでどういう取り組みをしていくべきなのか。ガーファとか巨大プレイヤーが他の産業全部を統合するっていう未来に多分なんないだろうなと思ってます。で理由はやっぱり今インターネット上にあるデータって本当に世の中にあるデータの中で本当に限られていると。でほとんどが人間がキーボードで投げ込んだデータ、写真をポストしたデータであって、実社会って もっと多次元だし、いろんな業界ドメイン知識含めてかなり奥行きがあるので、まあ各産業がデジタル進化していくんだろうなと思いますね。僕が2005年から2007年にスタンフォードにいたんですけど、まあ、その時にシリコンバレーのベンチャーいろいろ訪問する機会があって、うんうん、でやっぱりみんな聞くんですよ、うん、Google にどうやって貸すのとか、
まあ、みんなでも笑ってるんですよね。いやでもそれ Google が本気でやったら終わるけどさ、うん、俺らみたいな、うんうん、そういう中から本当にGoogle に対抗するようなものが出てきて、そうですよね、次の時代を作っていくっていうのがやっぱりスタートアップだと思うんで、うん、そういうもんなんだなっていうのを、うん、そのシリコンバレーの時に感じたの で、 そうです、ね、まあ、今その質問をこの日本でしていただいたっていうのは非常になんか感慨深いし、うん、まあ、それに対して上野さん答えてっていうのもなんか非常にこういうことが日本で起こってきて嬉しいなというふうに、うん、やっぱり今は人、物、金もう自分の力で集めようと思っていろんな形でアクセスできる時代ですもんね。はい、ということで先生、上野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしてます。このコーナーでは、東京大学ベンチャーエコシステム、ユータイがどのような組織でどんな活動をしているのかというのをお伝えするコーナーです。ユータイというのは、ベンチャー企業、大学、投資家、大企業などからなる東京大学を中心とした国内最大級のベンチャーエコシステム。第1回は株式会社東京大学エッジキャピタルの代表取締役の郷司さんにお話を伺いました。で、大谷さんがお話を伺ってくれたんですよね。そうですね。なんか海外の大学のイメージってこれなんですよ。はい、もうベンチャーキャピタル大学やってて、起業家がいて、投資家がいて、はい、で開発して、はい、で特許を得て、うん、特許料でまた次の投資してっていう。はい、日本でも国立大学のが法人化したときに自分たちでもお金を作っていかないといけないという流れができて、研究費を稼がなきゃいけないと、はいはい、いうところもあって、そこの関連で生まれたファンドというのが今回の取材させてもらったエッジキャピタル。いつぐらいに立ち上がって2004年くらい。じゃあもう結構15年くらい。一体郷司さん、どんなお話を聞いてきたんでしょうか。見てみましょう。どうぞ。こんにちは。はじめまして。ユーテックとはどんなことをやっている会社なんでしょうか。はい、東京大学を中心とする大学初のベンチャーに投資をしたりとか、そういったベンチャー、まあ、スタートアップの支援をしてい、くということをやっています。投資するっていうことが基本的には仕事にはなるんですか。ただその、はい、お金を投資するだけで、はい、企業がうまくいくわけではないので。そうですよね。はい、お金はまあ一つのツールに過ぎなくて、うんうん、やはりいいチームを作らなければ、うんうん、絶対に企業はうまくいきませんし、うんうん、当然いい技術、優れた科学技術がなければ競争力を持てませんし、うんうん、まあ、あとさまざまなノウハウが、うん、技術以外のですね、例えば法律的な話とか、うんうん、会計的な話とかもありますので、さまざまな必要な要素を僕らもこうその会社の中に、導入するのをお手伝いすると。どうやってその実際に投資するときにここだっていうふうになるんですかね。まあ、3つの基準を持ってまして、まあ、1つはその科学技術が優れてるかどうかということで、うんうん、2つ目はチーム、うんうん、会社というのは1人だけではできません。まあ、どんなに素晴らしい研究者の技術であってもやはり経営はまた別の能力が必要ですし、うんうん、まあ、そういうチームを作ることができるのかと、うんうん、でそれは最初から全員揃ってる必要はないですけれども、うん、ちゃんとその可能性できるかと。なるほど。強い経営チームと会社の組織を作れるかっていうのが2つ目ですね。はい、で3つ目は市場なんですけど、はい、ベンチャーだからといって最初ちっちゃく考えてればいいわけじゃなくて、はい、もう最初から世界の市場とか、うん、世界人類の課題ですね、何らかの、うん、もう世界的にもすごい、プレイヤーになれるような市場を目指しているかっていうところですね。この3つがあるかどうか、あるいは今なくても作れるかどうか、はい、というのが投資の判断の基準ですね。まあ、これまでに、はい、11社が上場いたしましたし、はい、同じく11社が M&A や、うん、まあ、MBO といった方法で、うんうん、まあ、エグジットといいますけれども、はい、私どもの株式が、まあ、成功のうちに譲渡されるということになりましたので、まあ、そういった意味でちゃんと経済的な成果が出ていると、はい、でかつ、まあ、私どもの投資家が成果を得ただけでなくて、その成果から大学にもですね、還元をするというのが僕らの実は使命の一つでして、うん、なるほど。こういった大学を生み出した技術の元になった研究機関にその利益を還元して、さらなる研究開発や人材育成につなげてもらおうと。でそこからまた新しいベンチャーが出てくれば、さらにまた、はい、で投資先がいい循環を作るっていうことですね。なるほど。まさにエコシステムの一つ、はい、まあ、そういったそのエコシステム作りに、まあ、お役に立つというのか、はい、一旦見直していただけるようになったというのが多分一番大きいこの15年の発展だったのかなと思います。なるほど。
今後その東大関係者に対して期待することっていうのはどういった、はい、それはですね、僕らの活動が広がれば広がるほど、はい、やはり大学というのは研究と教育が大事だと、はい、いう、原点に戻るなと今すごく痛感してます、はい、で、僕らのやってる活動はいわゆる産学競争とか、はい、産学連携というふうに言われている、はい、大学の研究成果を実用化したり社会の貢献に使うということなんだけど、はい、それをその世界だとか国内全般とかで広くやろうとすればするほど、はい、やはり研究と教育の指数が高くないとできないということをすごく痛感しているので、やはり素晴らしい研究をしっかりやっていただく、はい、研究者は研究でまず世界一になるぐらいのことをやってほしいんですね。でそうなると当然それは厳しい世界なんで、はい、そうですね、そんな経営をしながら簡単にできるものじゃないので、だから経営はまた別の種類のプロだと思うんですけども、そういう人たちが大学発スタートアップに飛び込みやすい、はい、あるいは一緒に研究者と会社を起こしやすいように、僕らが多分コーディネートするんだと思うんですけど、はい、そういったことをもっとしっかりやっていきたいと思ってますね。一番印象に残ったのはどういう話ですか？そうですね、一番最初の印象として、やっぱりお金を投資する、すごい大きな額を投資するっていうことで、いかにそれをこういい投資先を選んでお金を増やすかっていうところが仕事なのかなっていうふうに思ったんですけど、そうではなくて実際にこう、技術をコアにして良いチームを組んで技術的に世界を変えていくためにどうしたらいいのかってことを一緒に努力策やられてるっていうのがユーテクなんだなっていうふうに印象変わったっていうのは大きいですね。そうですね、はい、だいいチームを作るのはどういうふうにして作るのかっていうのは本当に関心を持ちましたし、はい、ここからどういったこう社会のさまざまな課題をこう解決して前進させていくサービスが生まれていくのか、はい、さらにこれからも注目していきたいと思います。ありがとうございました。さあこのコーナーでは東大スタートアップの中でも特に新しい事業、新しい企業にチャレンジをするという会社を紹介するコーナーです。今回はですね、スタートバーン株式会社、ユーテックが投資している企業で、東大の中にあるインキュベーション施設で活動しています。このスタートバーン面白いですね。アートとブロックチェーンを融合させたサービスだというんですが、一体どんなサービスなんでしょうか。見ていきましょう。アートの、作品の、価値を評価したりとか、売買の、ためのインフラとかそういったものを、ウェブアプリケーションだったりとかブロックチェーンを使って整えていくというような会社です。もともと起業のきっかけは僕自身がアーティストであるということと、それで、現代のテクノロジーを使わないとできないことは何かっていうのを考えてた時ことがきっかけになってるんですけど、その中で、作品をアーティストが作品を売るって時に、大体今までは1回売って終わりっていうのがあって、その後買った人がどういうふうにその作品がこう二次流通されても関係なかったんですけど、二次流通三次流通のたびに元々のアーティストに還元金がいくような仕組みっていうのを、テクノロジーを使ったらできるんじゃないかっていうのが元々の発想にあって、そういったものを実現しようと思っています。今直近でブロックチェーンができることの中の一つに、デジタルアート、その作品をスキャンしたようなスキャン画像とかそういったものの流通管理とかにも向いてるなっていうふうな話が出てきてまして、世の中に一点もののものを売るっていうのが ほとんどだったんですけど、逆に複製物が流通管理できるとかなってくると、新しいこう楽しみ方だったりとか、収入源になるというふうに思ってます。僕が経営者としてやったことって本当に少ないと思うんですけど、その中で一番大きかったのが多分ここの東大で起業したってことだと思いますね。そのぐらい国際的に見ても信用力があるというか、あとやっぱりエンジニアとかも多いし、東大の中って志が高い人たちが多いので、そういったところもすごく助かってると思ってます。東大の中に事務所を構えたことがすごく大きかったっていうふうに言いましたけど、 ほとんどそれは、全く嘘がなくて、やっぱりその場所にいろんな人が集まるし、お客さんもこの場所に来るし、仲間もここに来るんで、やっぱり場所を選ぶっていうのは何よりもやっぱり命がけでやった方がいいことだというふうに思います。
いや、なかなか興味深いですね。なんかアートの捉え方がいろいろ変わっていくっていうか、はい、うん、ああいう形でいろんなこう情報が公開されていくと、はい、なんかよりこう公共的なものになっていくのかなとか、確かに確かに、そういうふうにこういろんな人が評価できるようなものに変わることで、うん、アートっていうものももっとよりいろんな人が楽しめるようなものになっていくのかなっていうのは、ということで、あ、はい、ね、面白かったです。確かに面白いですね。ありがとうございました。さあ、今回第1回でしたけど、東大スタートアップチャンネルは以上コンテンツ締めくくりです。やっぱり人類のために、社会を変えていくためにスタートアップというものを使っていきたいというところが、こう3つのプログラムで共通しているところなのかなというふうに感じたので、そこは引き続きこの番組で注目できると良いんじゃないかなというふうに思います。綺麗な締めコメントですね。素晴らしい。でもなんかやっぱりこうやって未来を語るっていうのは気持ちがいいもんですね、はいはい、そうですね。やっぱりこれまでにないものを、まあ、世界で誰も発見したないことを発見するっていうのが研究だと思うんですけど、うん、そこから先にこう世界が誰も見たことない世界を作っていくっていうのは、はい、多分スタートアップ、うんうん、大学関連スタートアップだと思うので、なんかその世界一緒に見ていけたらなっていうふうに思います。ついていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。